日です、久々に、配信しようと思います。入ってるのかな。はい、ですね、今から今日はですね1時間しかないので、お前さん特集行ってみようかなと思います。よかったら聞いていってください。何やらリモコンの音が、ちょっと待ってくださいね。そうですね、東京、感染者の方が増えたということで、また規制が入って8時で全ていろんなお店がストップしております。本当に一日の中でできることが少ししかなくてですね、有意義に何をするかなって思いながら日々過ごしております。とにかく元気で乗り越えるしかないので、頑張っていこうかなって思います。はい、というわけでですね、今日はちょっとふと立ち寄ったので1時間だけ歌おうと思います。はい、まあいいんですけど、なんかで、マヤさん特集行ってみようかなと思います。いい日旅立ちから行ってみますかね。あんまり
ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。今日はね、桃江さん特集行ってみようと思ってます。できるものをですね、歌ってみます。イノセントだったかな、イミテーションゴールド行ってみます。初見ありがとうございます。よかったら聞いてってください。嬉しいです。なんか、はい、桃江さんようですか。ありがとうございます。今日ね、桃江さん特集していきます。はい、思い出しながら歌います。全部見てる。
忘れてますからね。もう、もうずっと歌ってないからね。突然思いついてやるという。何が歌えるかな。何が歌うかな。縛りでやってみようと思ってね。コスモスいってみましょうかね。これは歌いますよ。はい。コスモスです。はい、ありがとうございます。嬉しいですね。
ますし、聞いていてその人の正気やし、本当ですよね、本当にそう思います。本当にストレートで分かりやすくて、なんか心の奥にこう残るというか、すごい、だからなんでしょうね、すんごい今でも覚えてるし、なんか歌いたくなってしまいますよね。本当に。次、何にしようかな。絶対絶命ってどんな歌だったっけ。別れてほしい別れと、そんなことは言えないわ。歌えるかな。ちょっとやめようかな。ちょっと待った。ちょっとあんまし時間がないので、歌える、本当にちゃんと歌える歌を歌いましょうね。行きますよ。ひと夏の経験、懐かしいな。行ってみましょうか。そうですね、本当そうです。だったらこのまま続けて歌いましょうね。一回切りますけど、そのまま行きますので、もしよかったら待っててもらえますか。コインはなくていいので、一回切れたら続けて歌います。You.